はい、おにぎりができました。あっという間に完成ですね。ありがとうございます。はい、早い。みるみるランド。はい、じゃあ、はい、こんにゃく前ちょっと余ったんで、これでおにぎり作っていきます。はい。サランラップを。はい。ゆりさんが作るサランラップで作るゆりおにぎり。おにぎりです。ゆりにぎり。今日はゆかりを、はい、ちょっとお塩がないんですが、ちょっとヘルシーにね、塩分を取りすぎなくていいのではないでしょうか、うん、ゆかりを使っておにぎりを作っていきたいと思います。白米1、うん、こんにゃく米2の割合のご飯ですね、はい、こちらでおにぎりを作っていきます。おにぎりは結構作れるんですか？結構作りますね。朝ごはんとか。何が好きですか？具は。具はいろいろ、わかめをよくうちでは使いますけれども、うん、いろいろゆかりも使いますし、あとは鮭を入れたりとか。鮭は好きですね。もう手つきが慣れてますね。あっという間におにぎりの形になってきました。はい、握りすぎるとこちらにもう早いな、もうこんなん。冷凍しとけばちょっと小腹が空いた時にいいですね、うん、作業していて食事が非常食も。そうですね。はい、あっという間に完成ですね。ありがとうございます。はい、早い。焦げが、うん、あとちょっとっていうところで、なんか、あ、でもありますね。ありますね。へばりついてる。そうですね。もちもちしてる、うん、ご飯。まあ本当だ、いい感じで、いい感じですね。だからですね、これが、うん、結構剥がれついてる、ね、メキメキと、メキって、これおこげの剥がれる音がしますね。いいよ。手こずってますが、よいしょ。ね、うん、なんか焼きおにぎりっぽくいいんじゃないですか。本当ですね、本当ですね、焼きおにぎりですね。ちょっと上手に丸めるコツは何かありますか？こうやるといいよって。いや、なきゃないです。もう感覚で覚えてるということですね。じゃあこれで猫目が完成です、うん、はい、あっという間に2つできました。はい、というわけでゆりさんに、こんにゃく米のおにぎりを作ってもらいました。みるみるランド。はい、昨日ね、ゆりさんが握ってくれたこのこんにゃく米のおにぎり、これをね、食べてみたいと思います。1日経ってどうなったのかということでね、食べてみたいと思います。こんにゃく米を
このゆかりで作ったおにぎりね。見た目はもうね、普通のおにぎりですよ。こんな感じで美味しそうなおにぎり。はい、こんな風にね、ちょうどここがね、おこげがついて、で周りにゆかりがまぶしてあって、美味しそうですね。でね、この粒がね、見えるかな、この粒がやっぱね、これこんにゃく米です。透明なんですよね。はい、じゃあね、食べてみたいと思います。美味しい。なんだこれ、すんごい美味しいよ。なんもね、こんにゃく米、一日経ってからも全然美味しい。普通のおにぎり。いいね、これすごい美味しい。もうね、バクバク食べれます。こんにゃく米はおにぎりにして一日経っても美味しい。皆さんこれ本当に美味しいからやってみてください。